そもそもこのランキングはどういうふうに決められているのか、なぜ埼玉県民が埼玉を好きとは言わないのか、第三者に共感されるであろう前提があるかないか、埼玉県の一番の強みとは何か。全47都道府県幸福度ランキングというものがあります。これが今埼玉県がかなり上がったということで、ちょっとこう盛り上がってますけども、そもそもこのランキングはどういうふうに決められているのかというところまで、なんとなくこう認識している人って意外と少ないんじゃないかなと思うので、ちょっとまず今日はそこから紹介したいなというふうに思うんですが、実は、私はですね、この47都道府県幸福度ランキング、これ持ってるんですね。でこれは2018年版です。この本というのはこれ高いんですよ。3600円もするこれ。まあいいや、3600円もするんですけども、これ2012年から2年おきに出ている本なんですね。つまり2012、14、16、18、20と今年で5冊目のこのまあ調査結果が本として出た、この9月に出た。それで埼玉県が非常にこう上がったという。でこの2012年の時は埼玉県は21位だったかな。まあ悪くないんですけどね。そこからまあ非常にランキングをちょっとずつ上げてきて、2020年版では8位になったということなんですが、でこれ出しているところ、これが、東洋経済新報社ですね。だから東洋経済オンラインとかがこれあのニュース出してたと思うんですよ。でね、この幸福度ランキング、どういうふうに調査されているのかというところで、もしかするとこれアンケートで決めているっていうふうに思ってる人いるんじゃないかなと思うんですよ。というのも、そうですね、まあ、だからこういろいろこうアンケート用紙送ったりだとか、各都道府県の何百人を対象にして聞いて、まあまあ、幸せですか、まあ、幸せですかって聞くってことはないでしょうが、まあ、いろんなね調査方法で、県民の意見を聞いて、それをもとに幸福度を決めているというふうに思ってる人いると思うんですが、それをやっているのはあのブランド総合研究所というところです。魅力度ランキングとか愛着度ランキングとかあるでしょう。埼玉県がいつもなんか下とか最下位とかでこうね、ネタになったりするような、あの調査方法は割とこう実際にヒアリングを行うんですが、この今話題になっているこっちの本の方、東洋経済がやっている方のこっちの調査方法というのはアンケートではないんですね。これどういうふうに決めてるかというと、簡単に言うとですよ、地域の社会的状況や構造を示す5つの基本指標があって、さらにそこから人々の幸福感を具体的に評価する尺度など計75指標を総合して、都道府県別の幸福度ランキングを算出しているということなんです。つまりどういうことかというと、この東洋経済社この本の中で、こういうことがまあ幸せであるという一つの定義を75個の指標に分けて行って、その実際のデータが高いものがどんどんポイントが上がっていって、で総合的にはじゃあどこの県が一番良かったのかというのを決めているのがこの本ということなんですよ。でその75指標っていうのはどういうものかというとですね、ちょっとご紹介すると、まず大きく分けて5つあるって言ったでしょ。これは健康、文化、仕事、生活、教育って分かれてるんですよ。でここからどん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 枝分かれしていくんですね。で例えば健康で言うと、健康寿命とか、生活習慣病受領者数とか、ホームヘルパー数とか、いっぱいあるんです。とにかく健康だけで、10項目、全部10項目ずつあったりする。で文化っていうところはどういったものがポイントになるのかというと、教養娯楽の支出額、それから常設映画館数とか、書籍購入額とか、語学教室にかける金額とか、これ2018年の埼玉1位ですね。これそんなに出ていきたいのかというですね、そういうわけではないか。まあでも出かけてなんぼみたいなとこありますからね、埼玉県は。出かける場所を探しに行こうって、そうだ埼玉の歌い出しはそこからですからね。語学教室にかける金額1位ですよ。語学って、あでも国際の段だからそうか、やっぱり。それから仕事というところで言うと、若者完全失業率であるとか、インターンシップ実施率であるとか、
そうですね。で生活でいうと持ち家比率とか生活保護受給率であるとかインターネット人口普及率とか道路整備率とか、うん、それから最後教育でいうと、まあ、やっぱり単純に学力、大学進学率、うん、そうですね。そういうもういろんな項目があるわけです、この5つの指標に伴ってね。で、例えばその常設映画館数とかだってもうこれも実際にデータがあるわけですよね。そういったものを47都道府県でずらっと並べて、例えば2018年だと埼玉県の常設映画館数って19位なんですけど、これでいろいろポイントにしていって、で合計結局どこが1位なのというのを、まあどこが1位なのというか、それを順番に47都道府県をこう、まあなんかね、通信簿とかなんとかって言われてたりしますけど、まあそういう成績を発表しているというのがこの本の打ち明けでございます。で実際に埼玉県がこの東洋経済が行っている47都道府県幸福度ランキングで実際上がってきているという、まあ、一つの事実があります。でももちろんこれは東洋経済社が決めた指標上での幸福度ランキングですからね。別に映画館がいっぱいあるからって別に幸せだと思わないという人もいるでしょうし、そもそもその幸せであるとか幸福の定義ってある定義というのは非常に難しいものですから、まあなかなかこう決めにくいところではあるので、だからこそまあこういった指標をもとに決めてみましたというのがこの本のまあやっていることなんですが、この本で言うとさっきも言いましたが、まあ、実際埼玉県は上がってきているという、まあ、事実が1個あります。僕はね、おそらくブランド総合研究所が行っている幸福度調査も今年は上がるというふうに思っています。実際にこうヒアリングする方ですね、アンケートで決める幸福度であるとか魅力度であるとか愛着度であるとか、そういったところもランキング僕は上がると思ってるんですね。埼玉県、僕2018年になぜ埼玉県民だけがディスられても平気なのかという本を出しました。この本の中で冒頭で言っているのは、なぜ埼玉県民は埼玉県のことを好きとは言わず嫌いではないけどみたいな言い方をするのかという理由をざーっとここに、徳間書店から発売、させてもらいましたが、ここに書かせてもらっていますが、簡単に言うと、なぜ埼玉県民が埼玉を好きとは言わないのか、第三者に共感できないようなことを公衆の面前で声高に言う人がいないからなんですよね。つまりはそういうことなんですよ。例えばあなたの奥さん、旦那さんでもいいです、彼女、彼氏でもいいです、もううちの嫁さんはここが綺麗でもここが素敵でもだからもう抱きたいと思ってもう結婚したんだよってみんなの前で言う人ってそういないはずなんですよ。でもじゃあなんで結婚したのと言われれば、いやまあまあそれはまあいろいろいいところがあったからとかっていうことだと思うんですが、まあこっぱずかしいんですよね。いいところを人前で、まあ知っている人とかだったらまだしも、いきなりこういうなんか調査員からなんか連絡かかってきて、なんかねそんなよく面識もない人に奥さん好きですとかって、なんかなかなかそういうのって言うのってなんか変ですよね。それを言える県民性がどうかというところだって、僕は常々この本の中でも言ったんですけど、ああいうので1位に入るのは、そういったことを堂々と言える県民性ランキングであるみたいな言い方もしてきているんですが、でもそもそも言える言えないの違いのところに一つあるのは、さっきも言ったように第三者に共感されるであろう前提があるかないかということなんですね。そこで話を少し戻すと、こういった実際の成績で埼玉県がもうかなりトップ10でちょっと目立ちますからね、トップ10入り果たした8位に入ったという、こういったこう既成事実があると、第三者に言っても理解される土壌みたいなものがどんどん増えてくるわけですよね。そうすると別に埼玉県民が埼玉県のことをいいと言っても別に理解されないであろうという前提が変わってくるので、おそらく今後は埼玉県民も埼玉実は結構いいんだよということを第三者の前でも言えるようになってくるのではないかと僕は考えています。もう一つだけ理由があるのは、埼玉県、この本の中でもね言ってますけども、そもそも埼玉県の一番の強みとは何か、それはディスられ芸であるって僕はよくこの本の中でもいろんなところでも言っているんですね。でもこのディスられ芸も昨年ですよ、昨年も天井まで行ったんじゃないですかね。つまり映画飛んで埼玉の大ヒットです。
埼玉県のディスラレゲエが全国47都道府県すべての全国の地域、日本どころか世界でも、飛んで埼玉って世界でも一部ね、海外でもヒットするって、なんであれの面白さが外国人に分かるんだかよく分かりませんが、でも海外でも一部ヒットしている。もう国を海を渡ってでもこの埼玉のディスラレゲエがエンターテインメントとして日本を飛び出して世界的にも評価された。もうこれ以上上はないんじゃないかというところぐらいまで埼玉のディスラレゲエはもう行き切ってしまったので、もちろん今後もこのだからこそのディスラレゲエももう少し今後工夫が必要になってくるかもしれないし、いろいろこう変化はしていくでしょうが、とにかく埼玉イコールダサい、ダサい玉といじっておけば、なんかこう笑える面白いものになるというものはもう十分、いいところも悪いところも含めてですが、もうやりきったんじゃないかなというふうに思うんですね。だんだんもう飽きてくると思うし、そうすると少しずつその概念も変わってくるんではないのか、そういった理由も含めて、今年の埼玉県の、このアンケートする方の幸福度ランキングであるとか愛着度であるとか、そういったランキングもおそらく上がるんではないかなというふうに僕は予測してるんですが、あなたはどういうふうに思うでしょうか。ぜひこのコメント欄の方にご意見を聞かせていただければと思います。